はい、出てますね、はい、ただですね、4K で皆さんは見れてないと思います。はい、はい、これ動画配信なので、はい、どうしても、はい、画素数は、はい、解像度は落ちます。これはだから本当は 4K なんですね。こっち側の方は今ね、あ、そこら辺もあと説明します。はい、はい、こちらは PC 版のメニュー、スタート画面、ね、スタート画面ですね。はい、ですね、こういったメニュー、ここら辺はまあほぼ同じ、家庭用と一緒なんですけども、ね、はい、はい、やっぱ PC 版の特徴はここですね、グラフィック設定、これが追加されて、幅広い PC のスペックに対応したものになっています。はい、はい、でちょっとここはね、やっぱり皆さん気にされてる人が、はい、PC ゲーマーさんは多いと思います。はい、軽く紹介しますね。で、まあ、ウィンドウはフルスクリーン、はい、ウィンドウモードとかあります、うん、で解像度、解像度、今これ 3K じゃなくて3000ですね、 4K にちょっと1個下のやつですね。はい、はい、これなんでかというとですね、うん、今結構いいマシン使ってるんですけども、はい、今こうエキストラ入って全部最高スペックになってるんですけど、うん、おうおうおう、この全てのエキストラハイをでゲーム遊ぶにはもう一段上ぐらいのスペックが必要になります。なるほど、はい、超豪華な PC で解像度の部分を調整して、これ誤解ないように説明したいんですけど、はい、結局 PC って毎年毎年スペックがアップしていってどんどん進化していくんですよ。でただ今お金をかけてでもものすごく先のスペックが見たい人でも楽しめるようにうちのプログラマーが頑張って、うん、これでもかいうぐらい高画質なものを用意してますのがこのエキストラハイなので、うん、お金のある人は全てエキストラハイ、この解像度 4K で楽しむことができますので、うん、なるほど、はい、なるほど。で、あとはパソコンに合わせて調整できる。そうですね。で、もしその画像、画質グラフィックだけは綺麗なものでいいからフレームレートをちょっと落としてもいい、うんうん、グラフィックが綺麗で見たいという人はここに 30fps に1回落としていただければちょっと下のスペックでも遊べるようになります。なるほど。でこういった、もうそういうその自分の PC に合ったように調整できたり自分の趣味思考に合ったようにこうやってカスタマイズできるんですね。はい、そこがPC の一番面白いところだと思います。はい、オプションとしては、モデルディテールテクスチャークオリティですね。はい、で、フィルタリング関係とか、すいません、これ何言ってるかわからない人多いかもしれませんけど、まあなんとなくその言葉の持つものが綺麗になるんだって思ってもらえればいいですね。あ、はい、で影であったりとかですね、はい、シャドウ、はい、ライティングですね、ライティング、はい、でこれフィルタリング、ね、スクリーンフィルタリングですね。はい、でここら辺も今回グランドゼロズは夜のステージとか、はい、昼間のステージとかありますんで、例えばこのアンビエントコンディションとかはあんまり夜のステージだと、効果なくて昼のステージとかで綺麗なので、まあ、スペックによってはこれを夜のステージは切ってとかでその分エフェクトを豪華にしたとか、まあ、遊び方によってもちょっと調整してもらってもいいかもしれないです。シールとも違う。はい、でこれがオプションなんですけども、あ、ですね、うん、今 YouTube の方からの外国人の人が30フレームがマックスなのかっていう、いや違う何を言ってるんですか海外の方。じゃあ僕がちょっと通訳しますね。 Guys,、はい、The PC version has a 60 frames per second max maximum. It's not a 30 frame per second per sec. So the 60 frames per second will be a maximum frame rate. Don't worry. 60フレームからの可変フレームレートになってます。はい、ただ先ほど言った、ちょっとスペックが低いけども、ハイクオリティで遊びたい人用に、はい、それでもアクションゲームとして快適に遊べるように30フレーム固定機のあえて作ってます、はいはい、ほとんどのゲームはこのフレームレート自動ぐらいしかないんですけども、うんうん、はい、それで大丈夫ですからですね。大丈夫だと思います、うん、固定なんですよね。あ、いやいや、それは低いスペックでも快適に遊べるようなのがこれです。了解です、はい、もちろん高いスペックの方はこう自動にしていただいて、うん、その方がいいでしょう。よいしょ、合わせて設定は OK ということですね。あ、そうか、これも PC ならではですよね、うん、あ、はい、キーボードの当然 PC なんで、キーボードとマウスを使って、それだけでも遊べるように、はい、ゲームの方を調整しています。
ここにですね、セーブデータアップロード、お、まさかこれは、はい、これSteam さんのサーバーの方にセーブをアップロードするボタンです、うん、で、これをやっておけば PC とか買い替えた時とかに、同じセーブデータを使って続きますことができますし、もちろん、はい、本編の方も PC 版出しますんで、うん、その時にこのセーブデータがあるとですね、お、はい、そのセーブデータの中身によっていろいろおまけが最初からもらえるというふうになっていますので、はい、たくさん遊んでいただいてですね、そのセーブデータを一回アップデートしておいてください、はい、もちろん GZ から TPP への引き継ぎも OK と、はい、じゃあゲームちょっと始めます。はい、お願いします。英語で言ったら質問攻めになる結構その海外の方見ていただいてるんですよね、はい、PC 版がやっぱり気になって、あ、すごいですね、たくさん来てますね。英語 のテキストに変えろっつってますよ。あ、どうしましょう、後変えましょうかまあそこら辺は臨機応変に、はい、はい、最初はまあカットシーンですね、リアルタイムな、はい、これもね、やはりこうやってズームしてもらうとこういった看板のテクスチャーが非常に綺麗になったりとか、あとここのペンスの、ね、斜めのところとかで、そう、抜けが非常にスムーズになったりとか、そういうところがもう全く PC 版違うところですね。文字も綺麗なんですね。この字綺麗ですね。看板のちっちゃいフォントとかも綺麗に出てます。ライトの表現とかもまあ、パッと見綺麗だなって思うかもしれませんけど、はい、こういろんなものと比べていただくと、これね、だからね、ぜひね、皆さん本当に本物のね、画像、実際に映像を見ていただきたいですね。ちょっとやはりそのストリームで見るのだとなんとなく感覚は分かるかもしれないですけど、実際にこのね、あの兵隊さんのこのテクスチャーの感じもそうですし、はい、質感もそうですね、ライティングも全部ひっくるめて、うん、非常に綺麗になってますんで、目の、そうですね、目が見えるっていうのが、まあ、もともと書かれてるんですけど、うん、公開像になることでよりこんなに綺麗に見えるんだなってびっくりしました。このボケっていうんですけど、被写界深度、被写界深度、これがすごいデプスオブフィールドというか、はい、リアルですよね、はい、ここ私大好きなシーンですね。ボケ感じがすごくいいシーンです。はい、じゃあちょっと実際のゲームの方に移りますね、はい、じゃあちょっとゲームプレイ見てみましょう。はい、これね、なんか一瞬気がつくかどうかわかんないですけど、ライトの数が増えてる感じです。ライトの数が増えてですね、向こうまで見えますし、遠くの方までライトを置いてますので、はい、よりその奥行きが感じられると思います。そうですよね、ライトの色がちゃんと違うっていうのが分かるのがで、ゲーム性は今週末と一緒なので、そのプレイヤーが行けるところを妨害したりとか、うん、敵兵の歩く道が変わるようなことはしてないんですけども、そこを邪魔しないようなオブジェクトを、ものをたくさん置いてますので、うん、こう見た時にですね、いろいろ情報量が増えてます、うんうん、こういった感じですね。綺麗ですね、やっぱね、はい、遠くまでクリアに見えます。黙っちゃうね、見入っちゃいますね、見入っちゃうと黙っちゃうね。60フレで動いてますし、はい、姿勢を低くしておけ、操作方法は坊主画面で見られる。これはね、ぜひ皆さん体験してもらいたいな、うん、本当に。看板どっかないかな、最近やってないから分かんないんでしょね、最近ファントムピンばっかりやってこの間やったら死んじゃいましたね。はい、まあ、いきなりもう見つかってるじゃないですか見つかりそうですよ。はい、よいしょ、今のさあでですね、まあ、コントローラーもできますし、当然お先ほどご説明いただいたキーボードでも、マウスキーボードですね、マウスとキーボードで、いい、ヘッドショット、決まりました。こっちで慣れてる方は多いんで、僕は、はい、これで遊んでいただいて、うんうんね、こんな感じでキーボード、はい、マウスでも操作できますよ。綺麗に遊べますと。さ
さ奥行きやばいとか、はい、いろいろ皆さんからここまででございます。えここまでお楽しみは、はい、お楽しみはここまで、もうあと1週間ですので、はいはい、ぜひあの PC 版の方、ダウンロードしてあお見いただいてプレゼントもらえると、はい、今最先端のグラフィックが楽しめますんで、はいはい、お楽しみにしてください。はい、はい、小江門さんにご説明いただきましてありがとうございます、はい、ありがとうございました。いいです。